あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。今回遊ぶのはこちら、プレミアムバンダイから届きましたデラックスロックシード仮面ライダーナックル&黒影セット。まあ、前回の仮面ライダーブラーボ&グリドーンセットと同じような感じで、ロックシードが2つに、よいしょ、フェイスプレートが2枚付いてます。発売日が2014年の9月中旬、価格が税抜き4000円。まずはパッケージだ、ナックルだ、そしてミスターナックルマン、劇中でいつ出てきたかな、結構中盤に出てきたかな、最初の方だったかな、あんまり覚えてないな。はい、黒影ね、上、はいはい、こうなってますね。ナックル、下開けまーす、出しまーす、はい、えい、開けますと、はい、まずは、はい、こちらくるみロックシードですね。こしょ、ロックシードの2番、うん、くるみ、1番と2番なのね、うん、はいはい、開けるとくるみで、くるみボンバー、くるみボンバーだったかな。そしてフェイスプレート、顔が書いてないですね。そして、はい、こちらが松ぼっくりロックシード、ロックシードの01番、裏がこうなってますね。開けるとよいしょ、うん、松ぼっくり、影松、そして、はい、フェイスプレート、会場ボタンはくるみがバナナと同じで、松ぼっくりがオレンジと同じ、はい、絶縁シートを抜いて、鳴らしましょうか。まずは、あ、毎回これ忘れんだよな。いきます。おおおお、ギターの音声が鳴ったぞ。いきます、クルーミー、裏のボタンを押すとあの音声だね、クラック、はいはい、光ってます、光ってます。閉まる。松ぼっくりもいきましょうか。はい、電源スイッチを入れます。電源スイッチ、はい、おお、和風の音声だね。開いて、じゃあ音声鳴らしましょうか。ここから音声出ます。はいはいはいはーい、はいはい、さあ戦国ドライバーで遊びましょう。まずはフェイスプレートを取り替えようか。こっちですね、フェイスプレート、ブランクのフェイスプレートをつけます。ギターの音声かな、まあ、ミスターナックルマンって言うからね、ドリアンと同じだ。はい、じゃあ行きましょう。くるみから行きます。椅子つけます。いきます。うい、必殺技だ。もう一回。あれ、音声同じ？そんなことない？3回。おお、めっちゃ殴ると聞こえるね。無双セーバー行こうか。よいしょい。いい、じゃあ松ぼっくり行こうか。外して松ぼっくりじゃない、黒影のフェイスプレートをつけます。そしてよいしょ、はい、松ぼっくり行きます。はい、つけます。よっと、ロックオン、
あ、ひさささー走った今走ったかな。めっちゃ振り回すね。無双セーバー行こうか。よいしょ。やっぱ走ってるな。じゃあ最後に、コアユニットにつけた時の音声も確認だけしておきましょうか。よいしょ。デューなんとかアームズなんちゃらなんちゃら。ウェルカム松ぼっくり行こうか。よいしょい、切る。よいしょ。アソール。はい、以上ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はプレミアムバンダイから届きましたデラックスロックシード仮面ライダーナックル黒影セットで遊びました。いかがだったでしょうか。うん、この後にまだね、エナジーロックシードとかもね、出てくるからね、そちらもお楽しみに。それじゃあまた次回。バイバイ。